区学県は、香港の政治家。元香港立法会議員、南区議員。2018年香港立法会補欠選挙で議員に選出されたものの、2019年12月17日、香港終身法院によって当選が不適当だとして資格を取り消された。香港城市大学戦城学院兼任講師、東京大学公共政策大学院博士後期。 家庭在学中。区学県は、2021年1月6日、香港国家安全維持法違反により逮捕された53名、うちの一人である。そして区は、2021年2月28日、当初より5週間早く警察署に再出頭を求められ、その後起訴された。現在週監中である。香港国家安全維持法によるもの、香港島にて、 九段県中央九段県立法会議員香港、中文大学政治公共行政学科学士、研究修士終了。大学在学中に、東京学芸大学へ交換留学し、杉並区の左翼活動家松本成と知り合い、日本地方政治と町づくりの興味が初めて浮かんだ。2011年に、学士学位を取得した後、香港南区、李東一選挙区で、区議選に出馬。 初当選。2015年に2期当選した。民主党副主席ら県疫と連携し、共に当選したことから、李東コンボと呼ばれる。2016年、民主派連盟で、ある民間人権人選の召集人に着任した。翌年民主党離党。民主派議員6人が、全人代の基本法解釈と政府の司法審査により、議員資格剥奪となった。香港ポストによれば、 香港州市の州庭の立候補届出が無効になったため、アウは民主派の代表として立候補して当選した。逃亡犯条例改正に反対する抗議活動で即時撤回に向けて協力を求める所管を日本政府に送ると発表した。所管では香港を訪れる日本のビジネスマンや観光客も中国本土に引き渡すことが可能になると指摘。 改正案の即時撤回は日本にも利点が大きいと強調した。交際は2019年9月、選挙管理委員会の決定について、手続きが立候補予定者の主張を十分に聞き取っておらず不当であり、その後駆使の当選も不適当なものだと判断し、資格を取り消された。2020年香港立法会選挙民主派陣営の候補者調整を進める。 35計画で、香港大学法学副教授、中間選挙の主催者、タイアカルテへと主催している。産経新聞によれば、タイの、一人ではできない、手伝ってほしいとの言葉を受けてのもの。2020年7月15日付の、ドイツ国際公共放送及びロイターによると、区学県は2020年7月14日、香港立法会選挙予備選の主催者を辞退した。 林定月が香港行政長官による予備選は香港国家安全維持法違反になるとの警告を受けてのもの。現在、東京大学公共政策大学院博士後期、家庭在学中。産経新聞によれば、夢は東京大学公共政策大学院で博士号を取り、政治家としてより良い政策を立案することである。下区,区県は、 2021年1月6日香港で民主派53名が香港国家安全維持法により逮捕されたうちの一人である。アコトモコ東京大学教授によれば当時アウは日本から帰国直後で隔離中であった。アウは違法集会汎用疑による裁判も抱え、さらに2021年2月28日午後2時当初より5週間早く、 香港国家安全維持法により再出頭が求められ、同日起訴、後に収監された。なお、香港市立場新聞には、14時間の裁判を受け移送される、区田区県の写真が載せられている。区田区県の逮捕、起訴を受けて、2021年3月1日、東京大学公共政策大学院は、避難声明を発表した。東大は、アウが受けた逮捕。 基礎の不当性を訴え、次のように発表した。この逮捕は、我々の全面的な協力を受けた彼の博士号取得研究の決意に対する侵害行為である。私たちは、彼が受けたこの基礎がすぐに晴れることを確信し、本来彼がいるべきここに戻ってくることを切に願っていると。2021年3月12日付香港フリープレスによると、 香港国家安全法により週刊中の区拓権は、保釈申請を取り下げた。なお、週2話と共に、青の立法会議会議員時代を支えた、縁吉見ウつ、ティファニー・ユーンの保釈申請は、却下されている。2021年3月23日付の香港、公共放送、RTHK 電子版によると、警察に対しメガホンで抵抗したことを罪に、問われていた。 区落県に対する控訴審は九週間の実刑判決となった。2019年6月8日香港左官各地区での警官隊とデモ隊との間での事件。裁判で警官側は、アウが警官のボールをメガホンで叩いたことや大きな音で別の警官の耳を痛めたことを主張。一方、弁護側は、アウがお互いが争うことを止めるために警官と話し合おうと、 していたことや、デモを取材していたレポーターたちが、警官側の攻撃により倒されたことに、アウが強く反応してしまったことを主張した。裁判では、警察側の主張が認められ、9週間の懲役となった。なお下級審では140時間の社会奉仕活動という判決であった。検察側がこれを不服とし、上訴したもの。裁判後アウは支持者に向かって、みんな元気を出せ。 明日があると呼びかけた。2021年4月17日、下岳県は2019年8月の未許可の大規模、平和デモに参加したことを罪に問われ、10ヶ月の実刑判決を受けた。香港公共放送 RTHK 電子版の報道から。またこの裁判では、下岳県以外にも、香港民主主義の父と言われた、李中明も、 金庫11ヶ月の有罪判決を受けたほか、中国共産党に対し長らく香港において、批判的メディア貧化日報を主催してきた、はじむともうひでも、1年2ヶ月の金庫刑となった。本人の Facebook によれば、ガンダムを含めたアニメ好きであり、アニメフェスティバルでは、ゲストコメンテーターとして活躍している。ありがとうございます。